女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。助かりました。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の監視者。助かりました。追ってくる巨人を足止めします。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。面白い立ち上がる。ここで時間を費やすわけには。すぐに目標の巨人の方に向かいます。僕も仲間を。死ね！味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。お前ら、腹をくくれ。すぐに片付けてやるぞ。まとめて相手に。手は出なよ。分かりました。面白い暮らしやがった。助けられたかもしれないのに。すみません。後方に回って巨人を止めます。まとめて相手。さあ、邪魔な巨人め。おとなしくしろ。任せてください。俺の敵じゃない。
でしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。行く。やだ、押されてるじゃない。お前ら腹をくくれ。面白い暮らしやがった。もう大丈夫、私はまだやれる。遅い、さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ、このまま逃げ切る。ヘッド進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。